ありがとう、お母さん。うん、そうだね。弓道場はほとんど屋外だし。まだ後輩に教えることもあるから、すぐには難しいけど。そろそろ考えておくね。うん、ありがとう。校長、暖かいはずなのに、どうして。何でも暖かくならないんだろう。雪、結構降ってきたな。勝ったからっていうか走ると危ないでしょ。二人とも芝生みたいで可愛いな。確かに喜んでる犬みたいだね。言ったら怒られるだろうけど。あ、朝比奈先輩、おはようございます。おはよう、星野さん、望月さん。みんな楽しそうだね。はい、雪が降ってきてからみんなすごく盛り上がっちゃって気持ちはわかるよ。やっぱり雪って綺麗だし、降ると嬉しいよね。でも滑って転ばないように気をつけてね。今日は積もるらしいし。はい、ありがとうございます。いっちゃん、ほなちゃん、早く。あ、今行く。すみません、朝比奈先輩。それじゃあ失礼します。教室行かなくちゃ。そうでもないよ。最近は予備校の宿題も多いし、ちょっと大変だから今日は自習室でやってこうと思う。確かにそれもそうだね。あれ？メッセージ、お母さんから。帰らなきゃいけないけど。やっぱり自習室で少し勉強してから帰るよ。そっちの方が集中できそうだから。うん、バイバイ。先生に教えてもらいたいことがあるから、自習室で勉強してくるね。迎えはいらないよ。雪、このままずっと降ってくれればいいのに。全部雪で埋もれちゃえば、私も、ずっとこのまま、ここに。朝比奈さん、日の森さん？
どうしたの？今日は部活ないし、桃井さんたちとの練習があるんじゃ。この天気だし、みんなそれぞれ用事もあったから、今日はお休みになったの。それで、もし、朝日奈さんさえよかったらなんだけど。一緒に、弓の練習をしない？今から？そう、今から。どうかしら。でも今日は雪だし。お願い、どうしても朝比奈さんと練習したいの。日の森さんがここまで強引なの珍しいな。課題はすぐに終わるし。分かった、少しだけなら大丈夫だよ。ありがとう、朝比奈さん。それじゃ早速行きましょう。うん、そしたら弓道着取ってくるね。